スペインの首都マドリードにあるウクライナ大使館で爆発がありました。一人が軽傷だということです。ロシアメディアなどによりますと、先ほどマドリードにあるウクライナ大使館で爆発がありました。爆発物は大使館宛に送られた封筒に仕掛けられていたということです。一人が軽傷を負ったということです。 地元警察が大使館の周辺を封鎖し捜査を進めているということです。